わかりました。はい、関原さん、こんにちは。こんにちは。今日のお悩みを早速ですがお聞かせください。はい、顎の高いバンカーですね。はい、あのここに入ると、はい、高さを出さなければいけないと思うと、うんうん、逆に距離が出なくなってしまう。なるほど。でちょっとまあ深く入って、そうですね、もう本当ちょっとポロッと出るだけか出ないで戻ってくるとか、そうですね、そういうことですか。はい、わかりました。やはりこうボールをちょっと上げに行きたいという思いからか、まあ、クラブが手前に入りすぎて砂の取る量が多いのかなという、そこが一番目立ったチェックポイントですかね。はい、ポイント1、砂を薄く取るためにはボールから離れ重心を低くしよう。アドレスの時になるべくこの砂を表面をうまく削いでいくためにはこう構えていただいて、そうですね、少し今ボールが近いんですね、体に。はい、なのでもう一つ離してあげます。こうすることによって重心をしっかり落とすことができますね、手元も含め。ああ、そうですね。そうです、はい、そうすると、はい、まあ、よく言うこの歯から入らないでバウンスがうまく使いやすく滑らせやすくなるんですね。このボール1個の違いでだいぶイメージ変わると思います。まあ、それと同時に、はい、これぐらいだったらいいんですけど、さっきもう少しこうハンドファースト気味入ってきてたので、あまりハンドファースト入れないでいきましょう。はい、ポイント2、バックスイングはインサイドに上げすぎない。まず、はい、そこのワックルの時のイメージ作りなんですが、はい、関原さんは、まあ、ボールをちょっと上げたいと思いからか、はい、ヘッドがですねちょっと急激にインサイドにこういう風に入ってくるこうイメージ作りですね、はい、クラブがこっちから降りてくるようなイメージ作りをされてたんですが、はい、やはりバンカーショットというものは最初の段階である程度ちょっとこう開いておくショットじゃないですか。はい、なのでターフアートがピンの左に抜けなければダメなんですね。はい、構えはいいと思うんですよ。はい、なのでこれで悪い方の方向はこっちなんですね。はい、ではなくしっかりピンの延長線上後方線上にヘッドが動いてこないとダメです。そうです。ポイント3、ボールの高さを出すためにはフォロースルーをしっかり取ろう。ここが高いのでインパクトをしっかり打たなきゃっていう思いがですね、インパクトを強くしてインパクトで終わってしまうスイングになってたんですね。はい、そうすることによって強くいくら強く打っても深く入ってしまうとボールって出ないんですよ。はい、なのでこの距離感も含めですね、バンカーショットというものはフォロースルーをもう少しこう大切に意識していきたいです。はい、フォロースルーまで強く振らなくていいです。ゆっくりで結構ですから、フォロースルーまで振ることによって砂の量もちょっと薄めになってきますので、まずアドレスの部分で少しお直ししました。関原さんの場合はバンカーショットの割にはですね、結構ボールに近く立たれてて懐がすごい窮屈そうだったので入手角が安定しなかったんだと思います。なのでボールから少し離れていただいて、離れると同時に膝も少し落としてあげると重心が下がりますね。こういうふうに構えてあげることによってクラブの入手角、ここが安定してきますね。
バックスイングの上がる方向なんですが、関原さんの場合はもう構えてからルーティンの時にですね、ヘッドがもう2つ3つ分ぐらいインサイドにこういう風なワックルを2度3度されてたんですね。どうしてもインサイドに上がりすぎるとクラブが手前から入りやすくなって砂を多く取ってバンカーから脱出できないという状態になってました。なのでお直ししたのは、まあ、ピンに対して大体で結構なんですが、しっかりまっすぐ方向ですね。外すぎてもダメだし、打ちすぎてもダメだし、なるべくヘッドはまっすぐ上げていく、ここをポイント2ではお直ししました。インパクトの時に少しインパクトにこう気持ちを集中させすぎてた部分がありました。こうすることによってなぜダメかというと、インパクトを意識しすぎるとどうしてもこう深く終わってしまいがちなんですね。なので、まあ顎は高いっていうのはもちろんなんですけれども、基本的なバンカーショットはあまり当てて終わらないようにします。しっかり打った後もヘッドをポンとフォローするまで走らせていきます。こうすることによってクラブが深く入りすぎることを回避できるので、砂の取る量、ここは安定してくると思います。バンカーショットを打った感想をお聞かせください。ゴルフ20年やってますけど、はい、こんなに簡単に出たことなかったんですよ。本当に簡単に打ってましたね。それもこんな短時間で、はい、フォロースルーで、そうです、ある程度、はい、感じも使えましたし、はい、砂の量もね安定していきましたし、そうですね、はい、もう本当に今日はもうありがとうございます。よかったです、もうそう言っていただけると。ありがとうございます。では今後も、はい、チェックポイント忘れず頑張ってみてください。はい、ありがとうございます。今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。わかりました。